こんにちは、プラン F ムービーの藤井です。今回は映画ランボーに登場するティーズル保安官が劇中でランボーを執拗に追い詰める理由や、ベトナム帰還兵問題について徹底考察していきます。まずはティーズル保安官の人物像について解説していきます。実はティーズル保安官はもともと陸軍に所属していた人物でした。ランボーの原作小説一人だけの軍隊では、ティーズル保安官が朝鮮戦争の帰還兵ということが強く描かれており、映画でもティーズル保安官のオフィスをよく見ると左後ろに勲章が3つ飾られています。これは主勲十字章、パープルハート章、シルバースター章という勲章でした。そのため劇中でティーズル保安官が乱暴に必要な理由は、当時のアメリカ社会ではベトナム戦争問題により過去の朝鮮戦争は忘れられた戦争と呼ばれていたため、ベトナム戦争の英雄である乱暴に対して個人的な対抗意識が芽生えたためと推察できます。原作小説ではティーズル保安官の視点も多く描かれており、乱暴とティーズル保安官の二人が主役のような構成でした。実写映画はベトナム帰還兵問題を押し出すために細かな演出が行われており、実は乱暴1で乱暴は一人しか倒していません。それも攻撃してきたヘリに石を投げつけての転落死なのでほぼ正当防衛です。ランボー1ではベトナム帰還兵の苦悩にスポットを当てたかったため、ランボーはできるだけ負傷者を出さないようにしていました。また映画ラストシーンでランボーが、ダンは子供の靴磨きの箱を開けたら爆発して亡くなったというエピソードを話しますが、これはスタローンが実際のベトナム帰還兵に会った際に聞いた本当のエピソードです。このように映画ランボーでは帰還兵問題をうまく描いており秀逸な社会派作品として成功しました。余談ですが、第3作のランボー3怒りのアフガンでは全101分の本編で108人の死を描くという内容から、1990年度のギネスブックに最も暴力的な映画として認定されてしまいました。さて今回の動画はこれで以上となります。ランボーがお好きな方はぜひ動画の高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。